ベン・ジョンソン・ベンジャミン・シンクレア。ベン・ジョンソンは、ジャマイカ出身で、カナダ国籍の陸上競技短距離走選手。ジャマイカ北西部、トレローニー・キョーク・ファルマス出身。母親がカナダへ移民した4年後に、本人も移民し、コーチのチャーリー・フランシスからスカウトを受け、陸上競技のトレーニングを始める。1984年ロサンゼルスオリンピックに、出場し、 カール・ルイスが優勝した100メートルと400メートルリレーで銅メダルを獲得した。これらのメダルは後日のドーピングが発覚した後も取り消されていないため今日でもオリンピックメダリストである。この頃のジョンソンは目立つ選手ではなかったが翌年から次第に成績を上げ始める。1985年にはスイスのベルトクラッセチューリッヒ男子100メートルで カール・ルイスに初めてセリ勝ち、1987年の世界選手権男子100メートルでルイスを破って9秒83の世界新記録を受立し、ルイスのライバルとして広く認知されるようになった。この記録は当時、コーチで作られた世界記録を平地で破った点でも注目された。終始、イーブンペースで走るルイスに対し、ジョンソンは低い姿勢で序盤から、 最高速を出す、ロケットスタートを得意としていた。イタリアのスポーツ用品メーカーである、ディアドラのスポンサーがつき、当時の共同石油、ゲンエネオスの CM に出演するほどの人気になった。1988年ソウルオリンピックの100メートル決勝で9秒79の世界新記録を樹立して優勝。しかし、競技後の検査で、 ステロイドの一種スタノゾロールの使用によるドーピングの陽性反応が出たことで世界記録と金メダルを剥奪された。その直後に韓国からカナダ国内の自宅へ直行。後日の記者会見で先生書の内容を読み上げ、薬物を故意に使用したことはありません。家族、友人、祖国に恥をかかせるようなことしませんと述べた。大会後に、 カナダ連邦政府の調査委員会を設置し、チャーリー・フランシスとアンジェライ・サジェンコらを招集し、ヒアリングが行われた。イサジェンコの証言によると、ジョージア・スタファン医師がジョンソンに投与されたスタノゾロールが、動物用の商品であることに衝撃を与え、ジョンソンをはじめとする禁止薬物の使用を認めた。選手らは出場停止処分を受け、またジョンソンは、 国際オリンピック委員会の第2種ブラックリストに登録された。スポンサーのディアドラをはじめ、共同石油の CM をも打ち切られ、100メートル決勝の際に NHK の狭間正夫アナウンサーが発した、ベン・ジョンソン、筋肉の塊という声とともに、繰り返しドーピングで世界記録を樹立したシーンが放映された。ただし、カール・ルイスの辞伝によると、 ドーピング検査前に、ジョンソンの元へ、アンドレ・ジャクソンが訪ねたとされており、ESPN の3430では、ジャクソンがジョンソンと2004年に、ロサンゼルスで出会った際に、先の検査前において、錠剤のステロイドを飲料に混入させた旨を、告白したとジョンソンが証言している。剥奪された、ジョンソンの記録は、2002年に、ティム・モンゴメリが9秒78を出すまで幻の、 記録と呼ばれていた。ギネスブックは薬物の助けを得たにせよ、人類が到達した最速記録と正しがきつきで彼の記録を掲載していた。1980年代の100メートル走において9秒7の大台に乗った人類はベン・ジョンソンただ一人である。その後、人類が再び9秒7の大台に乗ったのは1999年のモーリス・グリーンである。その後、 陸上競技大会への復帰が認められ、1992年のバルセロナオリンピックの100メートルに出場したが、準決勝敗退した。ところが、その後出場した、競技会で再びドーピングで陽性反応が出たため、公式の陸上競技大会からは事実上永久、追放され、IOC の第一種ブラックリストに登録された。ジョンソンは、後のインタビューで、自分は、 ルイスのスポンサーに狙われており、スポンサーの関係の都合などでルイスは検査に引っかからなかったが、自分は犠牲になったと語っている。1996年には本人役で映画アトランタブギに出演した。2000年7月12日、イタリア旅行中にローマのベネト通りで空腹を訴える様子の中年女性と少女が近づき、 中年女性と話している暇に財布を少女に取られ、全速力で追いかけたものの、取り逃がしてしまったことがあった。現在の仕事は、スポーツインストラクター。日本のバラエティ番組の企画にしばしば呼ばれることが多い。しかし、いずれも、スポーツバラエティではなくお笑い色の強い番組である。プロデュースの番組2010年8月1日、日本のテレビ番組、クイズタレントメーカーの企画で、 100メートルのタイムを計測した。48歳という年齢の上に、体重も100キログラムと往年の面影はなかったが、予想を上回る11秒50という好タイムを記録。ありがとうございます。